生きてるその意味を探し続けるそれが生きることさ Hey guys, what's up? Lord Meacher again here, your Lord of Video Games, and welcome to another episode of Trails from Zero. In the last episode, we went to the law office here, Grimwood Law Office, and we found out a little bit more of the underbelly of Crossbell, which is good for us because we did not know a lot from Crossbell, and now we're getting to know a little bit more details of what's going on in this point in time. But we are going to continue right where we left off. We left off that we needed to go back to the SSS building. So, I have no idea what. Oh! I was like, do I have to talk to the boss? But. If there's something on the board? There's a note stuck to the bulletin board. Okay. それでどうする? Let's go over the details. 早速、事件に関するミーティングを始めましょうか。 We should? ああ、そうだな。 Start the meeting, inspect the exclamation mark on the table. On the table, okay. Let's do this. I think I've done everything that I can for now. I have no Mira. 他の用事を済ませたら、ここに戻ってきましょう。 Start the meeting? Yes, yes.I have no mirror, I have like 300 mirror, so let's just start the meeting. I agree. Hotta, Itzka Maino Mayonaka. Sabel Viper to Testaments no member ga Sorezore Nanimono Kani also Areta. At the same time, Bashua Kyushigai no Betsuno Nikasha.ここと、ここになる西の裏通りがテスタメンツのメンバーが襲われた場所で、東のライブハウス前がサーベルバイパーのやつが襲われた場所ってことか、mm-hmm. こうしてみると旧市街の反対側同士ですね、yeah. ああ、同じ夜に起きてもすぐには分からなかったはずだ。Right in front of their hideouts too. それぞれのたまり場に運び込んで、手当てをしてから翌朝病院へ。確か襲われた二人は同じ救急車で運ばれたのよね。Yes, they were. ああ、救急車の人もさぞかし面食らっただろう。そしてようやく闇討ちがお互いの仕業だと確信して現在に至る。というところかな、うん、やっぱり第三者がいたとしか思えねえぜどちらかのメンバー全員が口裏を合わせない限りどっちの犯行も不可能だろう、うん、ああこの段階で二つの犯行を第三者の仕業だと仮定してしまっても構わないと思うそうね少しずつ可能性を絞らないと前に進めないしで、その第三者として上がってきた名前があるわけね。We do. We actually do. ああ、ルバーチェ商会。クロスベルの裏社会を支配しているというマフィアだ。グレイスさんの情報によれば、半月ほど前、その構成員が旧市街で目撃されている。その情報自体の真意を確かめている時間はないけど、まずは、ルバーチが2件の傷害事件を起こしたという過程で話を進めてみよう
そうなるとやはり問題は動機ですか。I think it's just to cause a discord and seize the downtown area for themselves. ああ、それが問題だ。逆に言えば、それが明らかにならない限り、推理は振り出しに戻りかねない。I think that's my idea, but could be something else. 動機ね。利害の絡みそうにないマフィアと二組の不良集団。Are we sure? それら三つの点を結ぶ線があるはず。ねえロイド、見当はついているのでしょ。まだ確信があるわけじゃないけど、三つの点を結ぶ線考えられるとしたら、Is it the Princess of Hue? Might be. We learned about that last episode. Could it be? Because I'm really sure it's not Wazy or Wald. 可能性があるとすれば、現実的なのはヘイウェイだろう。ああ、あのヒゲ先生が教えてくれた情報か。確かに可能性としては一番ありそうな気がするけど、でもそうだとしたらどんな線になるのかしら。点同士が線で結ばれるのは何らかの必然性。となると、ヘイウェイ絡みでマフィアが二組の不良集団を襲う必然性があるわけですか。そうか。これなら説明がつくぞ。なんかひらめいたか。必然性の話だよ。ヘイウェイのクロスベル進出を受けて、ルバーチェ側がすることといえばなんだ。それは単純に考えれば戦力増強だろう。兵隊の増強と武装の強化、どちらも欲しいところだよな。マフィアなら武装の強化は密貿易で確保できるだろう。だが戦闘員の方はどうだ。そいつは普通に考えたら両兵団を雇うところでしょうけど。ううん、ダメね。クロスベルはいろいろな意味で周辺諸国から注目されすぎている。不戦条約の手前もあるし、両兵団を勝手に動かしたりしたら帝国と共和国が黙っていないわ。それは両者の意を受ける政治家や議員たちにも同じこと。あ、ロイドさん、もしかしてその兵隊候補として、ってことかよ。なあ、血の気が多く、しかも統率されている若者たち、この町で運用できる戦力としてはまさにうってつけだろう。しかしどちらのグループにも目障りな存在がいるとしたら、ウェイゼー and Wald。 なるほど。あのワジ君は間違ってもマフィアに協力しそうにないし、 So they needed them out of the way. So they wanted Wazy and Wald to take each other out. あのバルドさんもお山の大将でいたいタイプ。とてもマフィアの下で働きそうにはありませんね。そこでお互いを潰し合わせて弱体化したあたりを見計らって一気に取り込みにかかる。 Yeah, that makes a lot of sense. なるほど、そういう筋書きかよ。あくまで可能性の一つさ。現時点である情報を一つずつ組み立てた場合のね。またまた謙遜するなっての。 That was actually really smart. 私もかなり的を射ていると思うわ。推理にも無理がないし、状況的な説得力もあるもの。伊達に捜査官の資格を持ってはいませんね。ありがとう。それでさ、この推理あの二人にも伝えた方がいいと思わないか。あの二人って、いや、yeah. おいおい、まさか。そう、バルド・バレスにワジ・ヘミスフィア、サーベル・バイパーとテスタメンツのヘッドたちさ。 We need to get them on board. With their help, we can actually do something. Here's Wald. 駅前通りの外れにある
資材置き場だったが、しかし通信で呼び出したかと思えば警察のガキどもが。 I keep skipping. I'm sorry.共和国方面の最終列車ってところじゃない？マジ？やあ、こんばんは、バルド。なかなかいい夜だね。月が濡れたように輝いているよ。てめえ。そうか。そういうことだったのか。警察のガキどもを語って俺をはめたってことかよ。 No, he's in the same situation as you. そういうことなら話は早い。怠慢なら望むところだ。ここでケリをつけてやろう。僕としてはそれでも依存はないけれど、あいにく僕も君と同じくこの場に招待されたゲストでね。We were the ones who called you guys. ほら、来たみたいだよ。てめえら。すまない二人とも、待たせてしまったみたいだな。お招きに預かり、光栄至極。約束通り、さぞ面白い話を聞かせてくれるんだろうね。面白いかどうかはともかく、興味深い話ではあると思う。早速聞いてくれるか。ちょっと待ちやがれ。 We don't have a phone. 面白い話だな。一体何を言ってやがる。バカだな君は。Damn. 5日前の夜、旧市街で起こった2件の傷害事件、その真犯人の目星がついたって話に決まってるじゃないか。So what is he new? 驚いた。あなたの方も疑っていたようですね。まあ僕も最初はメンバーの勝手な暴走かと思ってたんだけど、よくよく状況を整理してみると、どう考えても不自然じゃないか。バイパー側にしてもそれは同じ。まあ僕の推理はそこで止まっちゃってるけどね。そうか。だったら話は早そうだ。バルド・バレス、いろいろと不審なことはあるかもしれないけど、まずは一旦こちらの話を最後まで聞いてくれないか。手短に話せ。もしくだらねえ話だったら、その頭をかち割ってやるからな。 Sure, sure. Well, here goes. That's the basics of it. これが現時点での情報を組み立ててみた推理だ。率直な感想を聞かせてほしい。やれやれ、参ったね。まさかマフィアなんかにそこまでコケにされてたとは。それじゃあ今の話納得してくれたのかしら。納得も何も、前にルバーチェの使いが僕たちのところに来てるからね。おお。いい目を見させてやるから、うちの下で働かないかってね。もちろん鼻で笑って追い返してやったけどさ。そうだったのか。決まりだな。うん。I already made their moves. バルド、やっぱりマフィアの勧誘があったんじゃないの？ああ、一月くらい前にな。あまりに舐めた話だったから、脅しつけて叩き出してやったが、まさか。ここまで舐めた真似をしてくれるとはな。アジ！てめえとの決着は延期だ。マフィアだろうと関係ねえ。まとめて叩き潰してやな。お、カウンダウン。ちょっと。沸点低すぎです。落ち着いてくれ。
下手にそんなことをしたら。ほんと、バカだな。何？マフィア相手に喧嘩して勝ち目があるわけないだろ。下手に乗り込んだところで蜂の巣にされるのがオチだろうね。 That's true。 それやってみなきゃわからねえだろ。 Calm down, we need a plan。 君はいいとしても、君の可愛い射程たちまでそれに巻き込むつもりかい？なら、てめえはどうなんだ。ここまでコケにされて、仲間をやられたままでおめおめと引き下がれんのか。そんなわけないだろう。今回の件、関わってるのはマフィアでもごく一部のはずだ。なら、そいつらにのみ落とし前をつけさせればいい。 I agree。 報復もできないくらいきっちりと筋を通した上でね。バルド、君にも協力してもらうよ。 Can we help out? ちょっと待ってくれ。何をするつもりだ。あんまり不穏なことは。ああ、心配しなくても君たちにも手伝ってもらうから。 Oh, we got roped in。 君たちの任務は旧市街での事件を解決すること。だったらマフィアが今後僕たちに余計な手出しをしないよう言い含めてやる必要がある。 I guess。 どう？違うかい？それはどういうこと？よくわかりませんが、なんかロイドのやつ取って食われそうだな。スマート。I mean, his car's right. あんな面白い推理をわざわざ披露してくれたんだ。責任を取って最後まで付き合ってもらうよ。 Yeah, that's true. That is true. He does have a point. 3日が過ぎた。 3 days? 一触即発だった不良たちの争いはそれから一度も起こることはなく、旧市街は不自然なほど平穏な雰囲気を取り戻していた。そして、お、静かなもんだな。あそこまで仕込んだのにどうして潰し合いが始まらない？最後の一押しが足りんだけさ。 What was that laugh? どうかせに火がつけば勝手に潰し合いが始まるだろう。バイパーとテストメンツ、どっちのガキでもいい。目についたやつをやるぞ。くれぐれも姿を見られるなよ。バイパーならスリングショット、テスタメンツなら背後から一撃だ。ああ。 So it was them indeed。 狩りの始まりだ。You guys are toast. Why should that be me? Why should that be Lloyd? Gotta!青ウサギを一匹だ。Damn. Got smacked. あっさりかかってくれたな。時間はない。とっとと痛めつけるぞ。ただし、殺さない程度に。Oh, God. 悪く思うなよ。させるか！Oh, nice job. Nani? Mattaku. How did you tank that blow? Jeez. Masaka koko made migoto ni hikkakatte kureru to wa ne. Koitsu. Genkou han taiho to ikitai tokoro da kedo.
微妙におとり捜索最新。今回は勘弁するしかないか。こいつ、まさか警察の人間か。 Yes, I am. 彼はあくまで助っ人さ。おーおお、本当に引っかかるとはな。なかなかの意味ですね。ロイド、大丈夫？ I can get on the rooftops? ああ、無傷だよ。念のため、防護クッションを頭巾に仕込んでおいて助かった。That was a nice call indeed. まさか俺たちの存在を嗅ぎつけられていたとは。さてと、どうする？お兄さんたち。この場で投稿するなら、多めに見てもいいけど。それとも今度は、あんたたちが駆られてみる？二手に分かれるぞ！あ、off they go。待て！二人、ついてきて。おい！ロイド、どうするの？Ellie, come with me. So it's a guy and a girl. Ellie, 頼む。ランジとチオはもう一組を追ってくれ。分かったわ。合点承知の助だ。 All right, let's go. You guys aren't going anywhere. まさか腰抜けの警察が出張ってきてると。 Why would you stop and not leave the whole downtown? こうなったら一旦戻って応援を。Then keep running. Don't stop to talk. この死体、赤頭にでも知られちまったら。まあいい。とにかく俺たちだけでも先に。どこに行くんだ？お。Oh God. These two are screwed. いつの間に。次です。ああ。あとはロイドたちの方だな。Those two are done. 間抜けか。仕方ない。抜け道を使うぞ。Oh, what the heck? Yeah, no. ご苦労様。いつの間に？ On the rooftop? さあ、下だ！ Hey, boys! ここまでだ。ふう、振り回してくれたわね。We can't run that far. 鬼ごっこは終わりだよ。そろそろ観念したかい？ Uh-oh.ハハ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 足手まといになるなよ。来るわ。 Alright, here goes. 行くよ。 Oh, I get to control Wazy? Ooh, okay. That'll scope him. Yoso machete. I'm gonna crit this one. Oh, I do no damage. Ah!Ooh, God, Ooh, that is, not good. That is not good. How much damage do I do? 57, okay. さてと。
Okay, combo him. All right, let's battle scope the other one. We are going to sparkle this one. Oh, defense down. Oh, that is not good. Let's hit both of them. Crit that. I think I should. Oh, I have no recovery. I think I should heal Lloyd then. Excuse me. Pretty sure I had more healing items. That's not good. Nice miss. さてと. Oh, I do have. Cure stat down. Alright, Lloyd. Good thing Wazy has that. Okay, Wazy. Heal yourself. And we can save Ellie's S-craft for later in case of an emergency. Sparkle is better. Oh, nice. Oh, and we get the crit. That was clean. Oh, ouch. Okay, this fight is not that bad. We just got to keep our health up. The other guy is a little bit more annoying. Yare, yare. I think I'm going to S-craft this one. Just to end it. That's one down. Now we sparkle this one, start hitting this one. How would you get so close? You have a gun. Okay. Let me just heal up just to make sure. Except if I should have attacked with that. Dang. It's good damage. So that means, what does that mean? You would deal more damage with that? Oh, you're squishier. Ooh, ouch. Oh, we do. Let's go Soul Blur again. Oh, I'm out of. Let's just S-craft. I think it's time we heal up.
ありがとう。Yep. Heal up. 任せてくれ。Alright. Attack this one. It's almost, he's almost down at least. Sobler should deal a lot too. さてと。任せてくれ。I can actually do it. Crap. Let's do this. Ooh, and it's Sepif up. That should end it. And we're done. Damn. Boy, is he strong. Oh, well, he's level 8. Should have seen that coming. Tear Bomb and S Tablet. Nice.ガキどもが。And out like a light. さすがに手強かったな。That was pretty tough. 使っていた銃も最新の軍用拳銃みたいね。帝国製みたいだけど。Oh. 密貿易で扱っている武器の一部ってところかな。それにしても君の演技もなかなかだったね。Thank you. あの倒れ方、どうに言ってたじゃない。あんな作戦を伝えられたら、協力しないわけにいかないだろう。おとりなんて役目、他の誰かにやらせるわけにもいかないしな。はあ、それで危険なおとり役を買って出るんだもの。Hey, gotta do what you gotta do. こっちは気が気じゃなかったわ。Sorry. ごめん。そんなお人よしじゃこの先大変だと思うけどね。I'm sure it will. まあそういうタイプは個人的には嫌いじゃないかな。え？Wait. ともかくこれで落とし前をつけることができそうだ。Hey, you're welcome. 君たちの協力に感謝するよ。Glad to be of assistance.ガキどもが調子に乗りやがって。Because we have? やっちまったな、ガキども。俺たちルバーチェを本気で怒らせちまうとはな。警察のガキどもも同じだ。こっちには偉い議員先生もいる。ただで済むと思うなよ。こいつら。お。うわ。どうやらお仕置きが足りなかったみてえだな。全員サンドバッグみたいに吊るして血だるまにしてもいいんだぜ。 Oh my god。 待ってくれ、さすがにそれは。まあまあ、ここは僕たちに任せてよ。バルド、あまりやりすぎは良くない。このお兄さんたちだってプロだ。あまりメンツを潰しちゃったらなりふり構わなくなるんじゃない。お兄さんたちだって表沙汰にはしたくないだろ。僕たちガキども相手にプロがちょっかいかけた挙句に帰り討ちにあったなんて。Ooh, that's true. みっともなくて上には報告できないよね。ふざけろ。その気になればいくらでも。Oh, sure.さすがにここが引き時じゃないかしら。Grace? Oh! Yes, it is! グレイスさん、どうしてここに。実はこの数日、君たちの動きに注目してたのよ。そしたら予想通り、いろいろやらかしてくれるじゃない。いやー、なかなか面白い記事が書けそうだわ。てめえ、雑誌社ごときがルバーチェ相手に。まあ、うちもいろいろあるから名前は出せないと思うけどね。おお、she knows their names。でもこれ以上みっともない真似をしたらどうなるかわからないわよ。ねえ、いいだろう。このだが、もし約束を破ったら。はいはい、わかったわ。あなたたちこそ
これで手打ちっていう約束はちゃんと守りなさいね。これ以上一線を越えたら遊撃士が出張ってくるかもよ。おお。実はこの件、アリオスさんが介入するつもりだったらしいの。おお、わお。でも多忙だったらしいし、あなたたちが先に介入してたから今回は譲ってあげたんですって。そんなまた手のひらの上ってかみたいですね。バカバカしい。アリオス・マクレイン相手にこんなケチなことをやってられるか。これ以上この薄汚い場所に用はね。 Run away with the tail between your legs. 引き上げるぞ。 Off they go. やれやれ、風の牽制アリオスか。噂だけは聞いてるけど、あそこまで効果てきめんとはね。気に食わねえな。まあいい、今回の件はこれで終わりだ。お前ら引き上げるぞ。ボス。 Thank you, Walt, for your assistance. Off they go. 君たちもお疲れ様。これにて任務無事完了かい。もともとは君たちの喧嘩を止めるのが任務だったけど、ま、今後はもうお互い争わなくて済むだろ。え、何言ってるの。マフィアが絡んでいようがいまいが、バイパーとの関係は変わらん。お互い目障りというのは変わるわけではないからな。全員揃っての潰し合いはさすがにやらないだろうけど、まあ普通の喧嘩や小競り合いはこれからも続けていくだろうね。ちょ、待ってくれ。大ごとにしたくなければまた介入してきたらどうだい。なんだったらそのまま喧嘩に参加してくれてもいい。I'm in way over my head. 君たちなら大歓迎さ。Lazy! あのな。These innuendos. あんまり冗談には聞こえないんだけど。それでは、いい夢を。Sweet dreams, Lazy. And thank you. 聖戦終了。撤収する。やあ。What expected things? That's a mission complete if I've ever seen one. まあ、血の気の多い連中だし、喧嘩くらいは仕方ないかもな。そうみたいね。まあ、今回の件に関しては解決でいいんじゃないかしら。ね、ロイド。ああ、ちょっとばかりすっきりしない気分だけど。Yeah. 自分たちの力だけで解決できた気になれない。そんな気分ってところかしら。In a way. え？小さい。小さいわね。必要とあらば、ためらわずに他人の力も借りて、より大きな真実をつかみ取る。I mean, she has a point there. それができてこそ、一人前の捜査官じゃないの？あなたのお兄さんみたいな。さてと、お姉さんも撤退しようかな。There's more to Grace than she's letting on. そろそろ肌の年齢が気になる年頃なのよね。それじゃ、おやすみなさい。おやすみなさい。There she goes. お前の兄貴、結構知られてるみたいだな。Apparently.なんだかとっても優秀な人だったみたいね。推しの強さと行動力だけはピカイチだったみたいだしね。任務完了だ。支援課に戻ってセルゲイ課長に報告しよう。 Let's go. 話は分かった。 Oh, that was quick. ま、新人にしちゃ頑張った方じゃねえか。
内地へ絞っていろいろ考えたいみたいだしよ。はあ、一応褒めてるんだよな。I mean, we'll take it. しかし今回の一件でお前らにも見えてきただろう。Crossbell's underbelly. このクロスベルって場所の厄介な側面が。いや、それは。まあ、確かにちょいと面倒くさい場所みたいだな。さまざまな暗部やしがらみ、大人の事情の温床って感じです。そうね。警察本部の連中だって決して無能ってわけじゃない。賄賂を受け取ってるようなバカ野郎もいるみたいだが、多くの捜査官はそこそこ優秀で自分なりの正義感を持ってる連中だ。だが有形無形の壁がある。マフィアの利権とつながっている議員や役人どもとかな。どうだロイド、警察辞めて遊撃士にでも転職したくなってきたか？ No。 いえ、そんな事情があっての特務支援課でしょ。うん、ほう。人を守る遊撃士の理念は確かに素晴らしいけど、それだけじゃ解決できない問題もある。密貿易に違法な武器取引、盗品売買にミラロンダリング、そしてマフィアと政治家の癒着、どれも遊撃士が直接的には介入できない問題です。 We need a group to handle that, which is us. 確かに。支えるコテの力にも限界はあるということですか。でも警察なら本来それが可能なはずです。現実としてさまざまな壁が立ちふさがっていたとしても、そうした壁を突破できる可能性はゼロじゃないはずだ。なるほど、ここならその可能性を見出せるかもしれない。つまりそういうことね。ああ、ちょっと楽天的すぎるかな。現実はそこまで甘くないと思いますけど、ただどんな可能性もゼロではないのは確かです。やれやれ、不良のヘッドとタイマン張ったり、危険なおとり役を買って出たり、真面目でおとなしそうな面して大した熱血野郎だぜ。What can I say? 別に熱血ってわけじゃないと思うけど、 More like calculating? でも今回みんなと一緒に仕事をしてて改めて思った。お互いまだまだ未熟なところはあるだろうけど、このメンバーだったらどんな壁も力を合わせて乗り。ロイド。We got this, guys. なんつうか。臭すぎです。そんな笑わなくても。さすがに夢見すぎですか。ま、いいんじゃねえか。特務支援課が設立されたのはいろいろなしがらみによるもんだが、その場所をどう利用するかはお前たちの自由っちゃ自由だ。な、俺は直接お前たちに力を貸すことはないだろうが、やりすぎちまってもお偉いさんに睨まれないよう煙に巻くくらいはしてやるよ。 Thank you.課長、I really do appreciate it. 要するに放任主義ですか。たく、話が分かるんだかいい加減なだけなんだか。というよりただ面倒なだけでは。 Damn. ま、ずるい大人だからな。特務支援課が単なる遊撃士のパクリで終わるか、それとも新たな可能性を見出すことができるのか、俺はタバコでもふかしながらせいぜい眺めさせてもらうぜ。 Be sure to watch closely, Chief. Prologue End. Special Support Section. わわ、大変でしたね。 Hey, Michelle's test. わわ、大変でしたね。 We're in the Geo Front. Got bonus DP. For what? I have no idea. さすが皆さんです。
Hey, welcome to the force. Unflinching justice. Let's go. But with that, I think I'm going to leave this episode here. So, with that, hope you guys have been enjoying these videos. If you have, please leave a like, comment, and share. That always helps out against that pesky YouTube algorithm. Subscribe to Join the Moonlight Army today. Hit that bell icon to be notified when I upload a new video. If you guys want to stalk me on my social medias, the links will be in the description box below. I also do have a voice acting channel, so if you're interested in that, the link is also in the description below. And the end screen coming right up. And I'll see you guys in the next video. So, take care, guys. Bye-bye.